ユーリー・ロディーニンは、ロシア・ウラジーミル州、ウラジーミル出身のサッカー選手。元ロシア代表。ポジションはゴールキーパー。1990年5月26日、現ロシアのウラジーミルで、ロシア人の父とギリシャ人の母との間に生まれた。8歳の頃に初めて、ギリシャを訪れ10歳の頃に、ギリシャに移住した。移住先の地元のチームにてサッカーを始めて、2008年から、 シュコダクさん TFC のユースに所属した。シュコダクさん TFC の U-21 は2008-09シーズンの U-21 ギリシャスーパーリーグで優勝を果たした。そのパフォーマンスが認められて2009年6月17日にシュコダクさん TFC とプロ契約を交わした。2010年にはエオルダイコス2007にレンタル移籍をして25試合に出場した。 2012年1月、クサンティ FC と2016年6月30日までの契約に署名した。2012-13シーズンでは、クサンティ FC で一部リーグ戦30試合の中で22試合に出場した。2013年6月7日、ロシアの競合である FC ゼニトサンクトペテルブルクに推定移籍金60万ユーロで移籍をした。2013年7月17日、 FC クラスのダールとの試合で、ロシアプレミアリーグデビューを果たした。2019年1月27日、オリンピアコス FC に、シーズン終了までのレンタル移籍。2019年8月3日、ガズイアンテプビービーに2年契約で移籍。2020年2月18日、FC アルセナルトゥーラに、シーズン終了までの契約で移籍。 2010年から2012年の間にギリシャユーマイナス21代表で計算試合に出場している。2013年3月22日には A 代表に召集されるもフィールドに立つことはなかった。そのためギリシャ代表、ロシア代表のどちらかでプレーする権利が保持されていた。2013年8月、ギリシャサッカー連盟から同年9月上旬に、 行われる 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選への代表招集の連絡が来たがファックスにて断りロシア代表から招集されるのを待っていると述べた2013年10月4日ロシアサッカー連合から同月11日に行われるルクセンブルク代表との試合と15日に行われるアゼルバイジャン代表との試合に招集された11月19日に行われた韓国代表との 親善試合で代表初出場を果たした。ありがとうございます。